あの少林寺拳法すごいなって思うのは、まあ、他の武道ももともとはそういうことなんでしょうけれども、ただ単に強くなればいいっていうことじゃなくて、自分自身に自信と誇りを持つようにその手段として少林寺拳法の技術がある。で、演武っていうのが少林寺拳法の特徴にあると思うんですけれども、特に組演武は自分だけがうまくなっても強くなっても強くなれないですよね。相手にも強くなってもらう。これがまあ少林寺拳法の自己確立から自他享楽っていう、相手のことを真剣に考えようよっていう、それが競技化されている少林寺拳法っていうのはすごいと思いますし、そのいろんな年齢での楽しみ方、若い拳者は若い拳者の楽しみ方、競技のあり方で、年を取ったら年を取った拳士のあり方、そのいろんな種類がある。それも非常に魅力だというふうに考えています。僕が感じる一番の魅力は、全国全世界の人と、まあ、一緒に楽しく汗を流せるということが一番の魅力だと感じております。誰とでも少林寺拳法を学んでいる者同士仲良くなれることです。少林寺拳法のいいところは、幅広い年代で男女問わずに活躍できるものだと思います。おー、難しい。